第2次安倍内閣の発足から26日で5年迎え、安倍総理大臣は来年秋の自民党再選挙も視野に入れて、人づくり革命のための政策を具体化するなど、引き続、経済再生に最優先で取り組む考えです。一億総活躍社会の実現を掲げて、教育無償化をはじめ、税収などの際に必要な経費も増えていて、財政健全などの課題が山積しています。平成4、12月に行われた衆議院選挙で自民、党る、両党が政権を奪還し、第2次安倍内閣が圧死してから26日で5年を迎えまし、安倍総理大臣は26日朝に総理、不信感に入る際、記者団に対し、様、マナに直面したが、この5年間、衆議、選挙、会、参議院選挙2回の5回の選挙、国民から力強い支持をいただき、それを、にして乗り越えることができたと述べ、した。また、菅官房長官は記者会見、市の経済指標が好転していることに、で、スローガンではなく政策本位で祭りごと、として何をなすべきかを明確に示し、えら、で約束した政策を、一つ一つ実行に移し、の実績や成果を丁寧に説明してきたこと、大きい、政権発足以来、最優先課題は他、再生だと述べました。政府は、第、次、倍内閣の発足当初から、経済再生、再、先に、デフレから脱却するため、勝る、な金融緩和と財政出動、それに成長戦略、3本の矢を掲げて、アベノミクスを、進してきました。しかし、消費税率、8、に引き上げた後、GDP の半分に、を占める。個人消費が伸び悩むなど経回復が鈍ったため、一億総活躍社会実現を掲げて、保育や介護の受け皿整備、幼児教育の無償化をはじめとする税収との再分配に力を入れ、将来不安の解消を努めてきました。安倍総理大臣は今秋自民党総裁選挙も視野に入れて、幼教の無償化など人づくり革命への他の政策を具体化し、引き続き経済再生に優先で取り組みたい考えですが、再分配、必要な経費も増え、消費税の使い道を直す中、財政健全化などの課題が山積し、います。さらに、第一次安倍内閣等か、安倍総理大臣自らが目指してき、県、改正論議の先行きが今後の政局の汗の図になるほか、核・ミサイル開発を、ける北朝鮮問題の平和的な解決に道筋を蹴ることができるかどうかも問われる子になります。安倍政権の5年間のっと安総理大臣は、5年前、平成24年、衆議院選挙で政権を奪還して総理大臣のに返り咲きました。第2次安倍内閣初、当初から、経済再生を最優先に祭りごと、を進め、デフレから脱却するため勝る、な金融政策と機動的な財政政策、それに官投資を喚起する成長戦略の3本の矢を掲げて、アベノミクスを推進してきまった。その結果、今では名目 GDP、国内、生産や有効元人倍率などの指標は、過去、高水準を記録しています。消費税を、抜っては、3年前の平成26年4月に税を、%から 8% に引き上げた後、個人、費が落ち込むなど景気の回復が鈍り、1% への引き上げを2度にわたって延期し、した。さらに、安倍総理大臣は消費の意味地を見直して、幼児教育の無償、などの、人づくり革命への財源に当てる、絵を示しました。これにより、今の財、前科目標の達成は困難になりました。け、税の税率を 8% に引き上げた後、人消費が伸び悩む中で、成長と分配の循環を前面に出して、それまでの成長、市から税収などの再分配に比重が置かれようになりました。そして、おととには待機児童解消など、目指す、一億層、おど社会を、今年は、人づくり革命、掲げ、担当大臣を任命で政策を具体化、できました。
さらに、政府が企業に陳情を要請するいわゆる、官製春闘が続いています。外交面では、地球儀をうつむ、す、外交を掲げ、5年間で訪問した国、地域は70を数えます。アメリカのと、副大統領の就任前に世界の首脳の中で、早く会談し、信頼関係を構築したホカシアのプーチン大統領とは、北方領土で、共同経済活動をめぐる交渉開始で合意し、した。一方、北朝鮮情勢をめぐって、力強化を通じて核・ミサイル開発を、期せることを目指していますが、拉致、台も含めて解決の道筋は見えていません。厳しい安全保障環境などを踏まえ、区、政策の転換にも取り組みました。県、会を変更して集団的自衛権の行使を鍵、敵に容認する閣議決定をした上で、安、保障関連法を成立させたほか、特定秘密、誤報や、テロ等準備罪を新設する改正、を犯罪処罰法も成立させました。さら、今年5月には、憲法を改正し、20年の施行を目指す意向を明らかし、の後も9条に自衛隊に関する条文、追加、ることに意欲を示しています。今年10月の衆議院選挙間の国政選で5連勝し、安倍一強と、言われる、なお情勢が続いています。安倍、李大臣は、今年9月の自民党総裁選挙、無投票で再選され、通算在任期間が戦後、第3位となっていて、来年秋の総裁選挙、参戦を果たせば、歴代最長の在任期間も視に入ります。一方、今年内閣支持が急落するきつけにになった森友学園や、慶学園の問題を、ぐっては、支持率は下位、傾向になっていものの、野党側は国民、疑念は払拭、払拭できていないして、来年の通常国会でも追及する姿勢、堅持しており、引き続き政権の課題になっています。